はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はまたコストコに買い物に行ってきましたので、その購入品の紹介をしたいと思います。今回、デリカの新商品が3つありまして、それと、以前の動画のコメント欄でリクエストいただいた商品も2つありまして、追い越しヨーグルトの新しいやつだとか、初めて買ってみた魚だとかありまして、 今回もほんと楽しかったです。じゃあ早速見ていきましょう。レモン紅茶カップケーキ。値段は1498円でした。6個入ってますんで、1個あたりは250円になります。これなんですけど、これ以前の動画のコメント欄で、このリコさんっていう方にリクエストいただきまして、今日いつも行く店舗で、 レモン紅茶カップケーキという新商品を購入しました。美味しいので、レモン好きなみーちゃんさん、ぜひ食べてみてくださいってご紹介いただきまして、それで買ってきました。ご紹介いただきましたリコさん、ありがとうございます。じゃあ早速見ていきましょう。横から見るとこんな感じで、結構大きめのカップケーキが6個入ってる感じで、クリームがいっぱい乗ってる感じですよね。 蓋を開けるとこんな感じで、もうこの時点でちょっと紅茶のふわーっといい香りがして、見るからにホイップが美味しそうな感じでした。いやー美味しそうですよね。一個取り出してみたのがこんな感じで、大きさはこれぐらいの大きさになります。これのレビューもまたやりますんで、またよかったら見てください。それと、ご紹介いただいたリコさん、ご紹介ありがとうございます。 また詳しくレビューしますんでしばらくお待ちください次はトリュフアランチーニバカレオクロケット値段は量り売りの商品になりまして 100g あたりは235円で僕の買ってきたのは2648円でしたこれなんですけどこれデリカの新商品でなんかコロッケみたいなあると思って名前も読めないし 聞いたことないような料理なんですけど、ちょっと前のメールマガジンでも、こんな感じで紹介してまして、二つの味を一度にお楽しみいただけるオーブンディッシュです。なんて書いてありまして、後でちょっと調べたんですけど、コロッケとライスコロッケみたいですね。横から見るとこんな感じで、コストコのアルミのトレイに入ってまして、このアルミのトレイは、 蓋を取るとそのままオーブンに入れて調理できるっていう商品になります。蓋を開けるとこんな感じで4つずつ2種類のアランチーニとクロケットが入ってるって感じになります。こんな感じのまん丸のこれがアランチーニですかね。それでこちらの方がちょっと黄色っぽいクロケットになると思います。それで下にこれチーズとソースが敷き詰めてある感じになってます。 結構ソースもこんな感じでいっぱい入ってる感じでした。お皿に寄せてみたのがこんな感じで、早速オーブンで焼いてみたんですけど、こんな感じで美味しそうですよね。これのレビューもまたやりますんで、またよかったら見てください。次はトリュフチキンニョッキです。値段はこれも量り売りの商品になりまして、100g あたりは171円で、 僕の買ってきたのは2633円でした。これなんですけど、これもデリカの新商品でトリュフが続くんですけど、これはトリュフのチキンニョッキで新しいの出てると思って、これもちょっと前のメールマガジンでこんな感じで紹介してまして、トリュフの香るクリームソースが贅沢なニョッキをどうぞなんて書いてありまして、もう見るからに美味しそうで、 これは買わねばと思って買ってきました。横から見るとこんな感じで、これもアルミのトレイに入ったデリカで、これも蓋を取ればそのままオーブンで調理できる商品になります。蓋を開けるとこんな感じでチキンがいっぱい入ってて、この時点でふわーっとトリュフのいい香りがしました。ニョッキもチーズがいっぱい絡めてあって美味しそうな感じでした。 トリュフもチキンもチーズもいっぱい入ってる感じですよね。このようにたっぷりソースが絡めてある感じでした。それでこのように装いまして、温めますとこのようにできまして、もうチーズがとろけて美味しそうですよね。これのレビューもまたやりますんで、またよかったら見てください。次はハイローラー BLT です。これも量り売りの商品になりまして、 100g あたりは140円で、僕の買ってきたのは1771円でした。これなんですけど、これもたまに買うデリカの商品で、そういえば近頃食べてないなぁと思って、また食べたいなぁと思って買ってきました。横から見るとこんな感じで、トルティーヤの生地にベーコンとか野菜がぎっしり巻かれた感じで、蓋を開けるとこんな感じで、 ベーコンとか野菜がもうぎっしり巻かれてて美味しいんですよね。それで僕はこのハイローラーを買ってくるといつもそのまま食べずにこのようにトースターで焼きましてもうこれで全部食べちゃいます。そうするとベーコンから脂が出てチーズがとろけてほんと味しいんですよね。皆さんもこれおすすめですんでよかったら一度やってみてください。 以前にこれのレビューした動画もありますんで、またよかったら見てください。次は桜鶏の胸肉です。値段は1598円で、2 5キロ入ってますんで、1 0 0ムあたりは64円になります。これなんですけど、これもよく買う定期購入品で、美味しいのと使い勝手がいいんで、毎回のように買ってます。 それで何が使い勝手がいいかって言いますとパッケージのこの下の部分にこのように2箇所セロテープが貼ってあるんですけどこのセロテープをこんな感じでハサミで切りますとこのように広がるんですねそうするともうこの時点で鳥の胸肉が2枚ずつぐらい4つに小分けされてましてそれでこのハサミのマークがこれも2箇所あるんですけどこれをハサミで切りますと このように4分割できまして、これでこのまま冷凍庫で保存しておいて、いる分だけ解凍して使えるんで、もうすごい使い勝手が良くて、重宝なんで、いつも買ってます。それでこのように1パックには鶏の胸肉が2枚ずつぐらい入ってます。次はオレンジベイフーズの冷凍ビーフパティです。値段は1780円でした。 それで10枚入ってますんで1枚あたりは178円になります。これなんですけど、これもよく買う定期購入品で娘が好きでまたなくなりそうでリクエストがあったんで買ってきました。それでこの商品なんですけど、国内製造品でラベルの裏を見ますとこんな感じで加熱調理してない商品で生のひき肉をそのまま成形してパティにしてる感じですね。 それで、加熱しししててててて召し上がっっくださいって書い書ありりまま冷凍の商品になりますそれでこのオレンジベイフーズさんなんですけど、ホームページがありましたんで、ちょっと紹介します。このように、オレンジベイフーズさんのホームページなんですけど、下の概要欄にまたリンク貼っときますんで、よかったら見てください。それで、このページの下の方を見ますと、当社のパティは無添加ビーフ100%です。 つなぎに卵やパン粉は使用しておらず、ひき肉をこねてそのままパティの形を成形していますって書いてありまして、添加物は一切加えてないので、素材そのものの味をご提供していますって書いてありまして、無添加ビーフ100%なんですね。それで作った冷凍のビーフパティになります。パッケージの上の方にはこのように切り欠きがありまして、この切り欠きをこんな感じで破りますと、 中には10枚の冷凍のビーフパティが入ってる感じになります。それで僕はこの冷凍ビーフパティを買ってくると、このままでは冷凍できないので、いつもこのような大きいジップロックの袋に入れて、こんな感じで空気を抜いて、それで冷凍庫で保存してます。それでこの冷凍ビーフパティなんですけど、冷凍のまま調理ができまして、このようにフライパンに油も何も引かずに乗っけまして、 それで火をつけますと、このようにジューっと油が出てきまして、それで焼けてきますと、このようにひっくり返しまして、それで火をつけてから5分ぐらいで焼けますんで、もう本当使い勝手が良くて、それで美味しいんですごい重宝してます。それで焼けますと、このようにこんな感じでハンバーガーにして食べたりしてます。味は本当に肉肉しい美味しいビーフパティで、 何回もリピートして買ってます。次は塩サバフィレです。値段はこれも量り売りの商品になりまして、100g あたりは145円で、僕の買ってきたのは2510円でした。それで数えてみたらこれ10枚入ってましたんで、1枚あたりは251円になります。これなんですけど、これコストコで有名なノルウェー産の塩サバのフィレなんですけど、 僕買うの初めてで、味は以前デリカでこのようなサバサンドイッチだとか、それともう一つ、ちょっと前に出てたこの汁ナイスサバラーメンだとか、こういうので食べたことあって、多分このサバを使ってると思うんですけど、それで味はもうすごい美味しいの知ってたんで、食べてみたいなと思ってたんですけど、なかなか買いそびれてて、 それでよし、今回買ってみようと思って買ってきました。横から見るとこんな感じで、ちょっと大きめのサバが10枚入ってる感じで、大きいサバの半身って感じでした。それで早速、もうこれ食べてみたくて、魚焼きグリルで焼いてみたんですけど、皆さん、もうちょっと衝撃の映像ですんで、ご覧ください。このように、うちの魚焼きグリルで焼いてみたんですけど、こんがり焼けまして、 この下の方を見てほしいんですけど、もうこれすごい、こんなに油出てるんですね。すごい油ノりノり,りのサバで、それで早速食べてみたんですけど、塩も何にも振ってないし、お醤油もかけてないんですけど、もう十分美味しくて、もうほんと、脂乗り乗りで、やっぱ間違いない美味しさでした。それで、味の感想としては、 僕もうほんと魚ほとんど食べない人間で肉ばっかり食べてるような人間なんですけどその人間が食べて満足するぐらいの美味しい油の乗った塩サバでしたそれでこれ冷凍の商品なんですけど10枚一度に食べれないんでこのようにフードシーラーでラッピングしましてこれでもう一回冷凍庫に入れている分だけ解凍して 食べようと思います。おすすめですんで、皆さんもよかったら一度お試しください。次は卵20個です。値段は345円で、一般に売られてます10個あたりに換算しますと、173円になります。これなんですけど、今回コストコ行くタイミングで、卵がなくなりそうだったんで、また買ってきました。この卵なんですけど、 このようにサイズミックスと書いてありまして、どういう意味かと言いますと、このように MS から LL までの卵が混ざって入ってるっていう意味になります。横から見るとこんな感じで、これよく見ると下にトレイがあって、そこに10個入りのパックが2つ乗ってて、その上からこんな感じのビニールでラッピングしてあるんですけど、このビニールをこんな感じでハサミで切りますと、このように開きまして、 取れまして、10個入りのパックが2つと、それが乗るトレイがついてる感じになります。それで皆さん、この卵のパックなんですけど、便利な開け方があるんで、ちょっとだけ紹介します。皆さんは、卵を買ってくると、この点線のついてる方をピリピリって破って、卵のパック開けると思うんですけど、僕はこちらではなくて、反対側のぴっちりくっついてる方を、 このようにハサミで切っちゃうんですね。そうすると、このように切れまして、それで蓋を開けますと、このようにパカッと開きまして、本来開けるはずだった点線の部分がちょうどマチになって、蓋が戻らないでパカッと開くんですね。そうするとこんな感じで、蓋が戻らないんですごい使いやすいんで、僕はいつも反対側をハサミで切って卵のパック開けてます。この開け方結構便利ですんで、 皆さんもよかったら一度お試しください。次は韓国伝統キムチです。値段は1 2キロ入ってまして948円でした。これなんですけど、これも近頃よく買う商品で、夕食の時にお漬物がなんか欲しいんで、また買ってきました。横から見るとこんな感じで、蓋の方にはこのようにビニールのフィルムで封がしてありまして、 このビニールをこんな感じで破りますとこのように取れまして、スクリューキャップを回すとこのように開きまして、あとは好きなだけキムチが食べれる感じになります。それで味の方なんですけど、割と酸味の強いさっぱりしたキムチで、白菜以外にも大根とか入ってるんで、好き嫌いが分かれるなっていう感じがするんですけど、 酸味の強いキムチが好きな方は好きな味じゃないかなと思います次はアズマの有機育ち納豆です値段は368円で9個入ってますんで1個あたりは41円になりますこれなんですけど僕毎朝納豆食べるんで今回もコストコ行くタイミングでなくなりそうだったんでまた買ってきました横から見るとこんな感じで 3個ずつにパッケージされた納豆を3段に積みまして、このようなビニールのテープできっちりラッピングしてある感じで、このビニールのテープをこんな感じでハサミで切りますと、このように取れまして、3個ずつのパックが3つに分かれる感じになります。それで、それぞれのパックもこんな感じでビニールでラッピングしてありまして、このビニールを破りますと、このように中に 一個ずつのパックが入ってまして、この一個ずつのパックは紙のカップにセロハンで上から封がしてあるようなパッケージになってます。それでこのセロハンをこのように取りますと、中には納豆とタレと辛子が入ってる感じになります。タレと辛子を出してみたのがこんな感じなんですけど、タレをよく見てみると、有機醤油しようって書いてありまして、化学調味料、 保存料は使用しておりませんって書いてあって納豆自体もオーガニックの納豆でタレとかからしにもこだわった商品なんだなと思いました納豆はこのように上からセロハンがかかってましてこのセロハンを取ると食べれる感じになります納豆自体もオーガニックの納豆でしかもタレとかからしにもこだわった商品でそれでいて1個あたり41円とお買い得なんで 皆さんもよかったら一度お試しください次は白菜一玉です値段は178円でしたこれなんですけどまだまだ寒いんで鍋やるんで白菜があればすぐ鍋ができるんでまた買っとこうと思って買ってきました大きさはこれぐらいの大きさで結構大きな白菜でした次は雪国舞茸極みです値段は359円でしたこれなんですけど これ、お正月にすき焼きやるのにいいなと思って買って以来、もう美味しくて、それから何回かリピートしてるんですけど、今回も鍋やるときにこれ入れたら本当に美味しいんで、今回もまた買ってきました。横から見るとこんな感じで、大きさはこれぐらいの大きさになりまして、ビニールを取るとこんな感じの株が2つ入ってる感じになります。 それで僕はこれ買ってくると、いつもこのように一口大にほぐしちゃいまして、このほぐしたやつをジップロックの袋に入れまして、これを冷凍庫に入れとくんですね。そうすると、ネットで見たんですけど、このマイタケの繊維が冷凍することによって崩れて、中の旨みが生で食べるよりも出るっていうんですね。それで実際やってみて食べたんですけど、 実際になんか味が濃くなったような感じがして、あ、本当だなと思って、それで冷凍のまんまいる分だけ出して使えるんで、このやり方は結構おすすめなんで、皆さんもよかったら一度お試しください。次は、オイコスのリフレッシュレモンです。値段は1248円で、これ12個入ってますんで、1個あたりは104円になります。これなんですけど、これ オイコスヨーグルトの新商品で新しいオイコス売ってると思ってやっと見つけてまあ食べてみたいなと思ってこれは買わればと思って買ってきましたそれでこれリフレッシュレモンって書いてあってレモン味なんですねケース販売専用なんて書いてあってラベルレスって書いてあってあれどこがラベルレスなのかなと思ってよくよく見てみたらこれ 左が以前に買ったマダガスカルバニラで、今回のが右側のこれリフレッシュレモンなんですけど、よく見ると、このようにカップの方にラベルが付いてないパッケージで、これをラベルレスって言うみたいです。横から見るとこんな感じで、中の見える段ボールにパッケージされてる感じで、この段ボールをこんな感じで破りますと、このように開きまして、中には12個の オイコスヨーグルトが入ってる感じになります1個取り出してみたのがこんな感じで手に持ってみるとこんな感じで大きさはいつも買うやつと一緒の大きさでしたそれでパッケージもここの部分をこんな感じで破りますとこのように開きまして食べれる感じになりますそれで早速食べてみたんですけど今回のこの追い越すヨーグルトは中にジャムとかそういうのが入ってる感じではなくて ヨーグルト自体にレモン味が練り込まれてる感じで味はベースのヨーグルトは濃厚でコクのあるヨーグルトなんですけど味にレモン味がついてることによってレアチーズケーキ食べてるみたいなもうなんかお菓子みたいな味ですごい美味しかったです次はカシューミックスフルーツスムージー値段は1348円でした2本入ってますんで 一本あたりは674円になります。これなんですけど、これ以前の動画のコメント欄で、このブレずに全身上杉謙信さんっていう方にリクエストいただきまして、カシューアップルミックススムージーのレビューをリクエストします。どんな味なのか気になっている商品ですってリクエストいただきまして、それで買ってきました。リクエストいただいた ブレずに全身、上杉健信さん、リクエストありがとうございます。じゃあ早速見ていきましょう。ラベルを見ると、見るとこいっぱいあるんですけど、カシューフルーツミックススムージーって書いてありまして、よく見ると、ナッツじゃないカシュー、心躍るブラジルの国民的ドリンクなんて書いてありまして、これちょっとネットで調べたんで紹介します。カシューフルーツっていうのをネットで検索したら、 これが出てきまして、これなんですけど、この黄色い実の方がカシューフルーツで、この下のが、これ日本でも皆さん馴染みあると思うんですけど、カシューナッツってありますよね。あれなんですね。実の方はカシューナッツで、上の部分がこれカシューフルーツって言って、こんな感じのフルーツなんですね。それで、これで作ったスムージーみたいです。 それでラベルをよく見るとそのまんま乗ってましてこの部分がカシューナッツですね。それで今回のこのドリンクはこの上の部分を使ったドリンクになります。じゃあ早速見ていきましょう。横から見るとこんな感じで2本のボトルをこのようなプラスチックでパッキングしてありましてこのプラスチックをこんな感じで取りますと1本ずつに分かれましてこれで飲める感じになります。 それで早速、このようにグラスを用意しまして、蓋はスクリューキャップになってまして、これはそのままピキピキって開けますと、このように開きまして、それでちょっとドロッとしてましたんで、よく振って、このようにグラスに注ぎまして、飲みました。それで、ちょっと粘りのある感じで、これわかりますかねちょっとなんかドロッとしてるような感じで、ちょっと飲んだんですけど、こんな感じの、 飲むヨーグルトぐらいのドロッとししたた。感じはありましたそれで味の方なんですけどまず娘と僕が口を揃えて言ったのがカシューナッツの味するねっていう感じがあったんですねそれで香りなのか味なのかちょっとはっきりしないんですけどとにかくカシューナッツの風味がある感じでそれでドロッとしてる独特のコクのあるスムージーっていう感じで よく言えば飲んだことない感じのコクのあるスムージーなんですけど悪く言うとちょっと癖のある感じでカシューナッツが好きか嫌いかでちょっと好き嫌いが分かれるかなっていう感じの味でだけどそのカシューフルーツだけではなくてラベルを見てみてもこのようにブドウとかバナナとかマンゴーとかパッションフルーツとかも入ってますんで ミックスフルーツのフルーツスムージーではあるんですけど、そこにカシューナッツのような風味が加わる感じの、ほんと飲んだことない感じのスムージーっていう味でした。リクエストいただいた、ブレずに全身、上杉慶心さん、リクエストありがとうございます。いや、もう僕の中では、初めて飲んだカシューフルーツのスムージーで、いい経験になりましたし、美味しかったと思います。だけど、ちょっと癖があるなっていうのだけ、 参考にしてもらってよかったら一度お試しください次はスターバックスのパイクプレイスローストですコーヒーのもう引いてある粉ですね値段は2098円でしたこれなんですけどこれもう本当によく買う定期購入品で毎朝コーヒー飲むのにもうこの豆が飽きずに美味しいんでまたなくなりそうだったんで買ってきましたそれでこの商品なんですけど スターバックスの商品になりまして、内容量は 793g 入ってる感じになります。それでこのパイクプレイスローストって言うんですけど、それでこの名前なんですけど、スターバックスの1号店がアメリカのシアトルっていうところにあるんですけど、そこの1号店の通りの名前がパイクプレイスって言うんですね。それでそこの名前をつけたブレンドのコーヒーになります。 ですから、スターバックスがそれぐらい自信のあるブレンドなんだと思います。横から見るとこんな感じで、パッケージはこんな感じなんですけど、パッケージの裏の方には、このように何回も貼ったり剥がしたりできる厚手のガムテープが貼ってありまして、これを貼ったり剥がしたりできる感じになります。それで味の方なんですけど、割と酸味のある感じのコーヒーなんですけど、 何より、この一袋飲み切るまで、香りが落ちなくて、すごい香りが良くて、それが好きで、毎回のように買ってます。次は、カークランドシグネーチャーの蜂蜜3キロです。値段は3880円でした。これなんですけど、僕毎朝、レモネード飲むんで、そのレモネード飲む時に、この蜂蜜使うんで、 またなくなりそうだっったた。んで、亡くなる前に買ってきましたそれでこの商品なんですけどカークランドシグネーチャーの商品になりまして原産国はカナダになりますそれでこのラベルのこのハニーミールなんですけどこれどういう意味かって言いますとハニーは皆さんよくご存知だと思うんですけど英語で蜂蜜っていう意味でこのミールの方はこれフランス語で蜂蜜っていう意味になります カナダの方はこのように英語とフランス語で表記してある場合が多いです。パッケージの上の方にはこのように黄色いスクリューキャップがついてまして、このスクリューキャップを取りますと、こんな感じで中に紙の封がありまして、この紙の封をこんな感じで破りますと、これで使える感じになります。それで、この3キロのまんまだと使い勝手が悪いんで、僕はいつも、これもコストコで売ってるんですけど、 ハニービアの蜂蜜なんですけど、これの空いた容器を取っときまして、この容器にこんな感じで移して、それで使ってます。一本移すとこれぐらいの量になります。次はハーディーズのアベルネソビーニオンです。赤ワインですね。値段は2380円でした。これなんですけど、僕、夕食の時に毎日赤ワイン飲むんで、またなくなりそうだったんで買ってきました。 それで、このワインなんですけど、5リッター入ってまして、原産国はオーストラリアになります。大きさがなかなか伝わらないんですけど、横にちょっとペットボトルを置いてみたんですけど、これぐらいの大きさになります。5リッターも入ってますんで、結構な大きさですよね。横から見るとこんな感じで、それで箱ワインなんで、箱の組み立て方の説明をちょっとします。まず箱の横を見ますと、このように、 点線がついている部分がありまして、この点線の部分を、まずこの下の方をズボッと押しますと、このように開きまして、次にこの上の部分をこのように破りますと、こんな感じで破けまして、それで中を覗くと、このように蛇口が見えますんで、この蛇口をこんな感じで引っ張り出しまして、最初にズボッと破った、ここの下の部分に、このように引っ掛けまして、 上の部分をこんな感じで戻しますと、これで完成しまして、パッケージを立てますと、こんな感じで完成しまして、あとは蛇口を上に引っ張ると、ワインが好きなだけ伸びる感じになります。それで、この蛇口なんですけど、開け方なんですけど、真ん中に見えるポッチをこのように上に持ち上げますと、ここの下からこのようにワインが出てくる感じになりまして、いつも注ぎ方は、 こんな感じの手で下にワイングラスを添えて上に持ち上げてワインを注いでます。今回は17点で27,590円でした。今回デリカの新商品も3つありまして、それと以前の動画のコメント欄でリクエストいただいた商品も2つ買うことできましたし、今回も本当楽しかったです。また順番にレビューしていきますんで、 またよかったら見てください。チャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。